ニューヘブリディーズフランで使用されていた通貨である。この通貨はイギリスの通貨や後にオーストラリアの通貨と一緒に流通していた。名目上、補助通貨として3チームがあり、1フランが103チームだったが、最小額面は1フランであった。1945年から1969年までは CFP フランの一部だった。第二次世界大戦までニューヘブリディーズは、 フランスフラン、イギリスポンド、オーストラリアポンドを使用していた。1941年、自由フランスはニューヘブリディーズで流通する紙幣を導入した。1945年には、フランスの太平洋植民地がフランスフランの切り下げの影響を受けないようにするために CFP フランが導入され、ニューヘブリディーズではニューカレドニアフラン効果と現地で発行された紙幣が、 流通していた。1949年 1CFP フランイコール5.5フランスフランで固定された。1959年からはオーストラリアポンドとのレートが 200CFP フランイコール15ポンドとなった。このレートは1966年のオーストラリアドル導入時には 100CFP フランイコール15ドルとなった。5ドルは 現地通貨と並行して流通していた。1966年からはニューヘブリディーズフランの名前で効果が作られた。1969年ニューヘブリディーズフランは CFP フランから離脱し、1973年まで1号ドルイコール100フランの固定相場を維持した。1981年バヌアツとして独立した後、 フランはそのままの額面で新通貨罰に置き換えられた。同時に、ゴードルは公式に流通しなくなった。1966年に100フラン銀貨が導入された。その後、1967年には10フランと20フランのニッケル貨、1970年には1、2、5フランのニッケル銅貨、1972年には50フランのニッケル貨が導入された。 ニッケル化のみ対応するフランス領ポリネシアとニューカレドニアの効果と同じ大きさ、構成、理面だった。全体的なデザインはニューヘブリディーズのフラン効果が登場してから変わっていない。唯一の注目すべき変化は1973年に IEOM の刻印が追加されたことである。 最初のニューヘブリディーズで発行された、紙幣最初のニューヘブリディーズで発行された、紙幣最初のニューヘブリディーズで発行された紙幣は、1921年に発行された25フラン紙幣である。これは1921年8月22日付で、コミュートワーフランセデ・ヌーベルヘブロデスから発行された、ものである。ニューヘブリディーズでは1941年に、 再び紙幣の発行を開始した。これは、ニューカレドニアの紙幣のオーバープリントで、5、20、100、500、1000フランの額面だった。この紙幣は、1943年からは、自由フランスのサービスナッシュのフランセデヌーベル・ヘブロですによって発行された。1965年には、海外通貨発行機関が、ニューヘブリディーズでの紙幣発行を引き継いだ。 1965年から1972年までの間に100、500、1000フランの紙幣を導入した。フランス領ポリネシアやニューカレドニアとは異なり、ニューヘブリディーズには5000フラン紙幣はなかった。ありがとうございます。